それでは お呼びをしたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。ニセコ町片山健也町長です。今日よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ニセコ町長の片山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。その早速なんですけど、背景は、町長の背景は何の山でしょう？山トップが見えてないんですが、はい、ニセコ羊蹄山という山です。ニセコの羊蹄山、いいですね。富士山に似ていまして、まあ、地域のシンボルの山の一つですね、はい、いやいい形してますよね。そうですね、頂上が三宝山って3つの峰がこうあるんですよね。頂上が3つ見えて、はい、それがやっぱり日本のこう浮世絵なんかにもよく三宝山信仰って出てきますので、はい、そういう面では割と形の整った山です、うん、大変リラックスのために言いますけど、残念ながら片山町長の頭でほとんど隠れてるというです。でも冗談です。それは本当に大丈夫ですので、お気兼ねなくお願いしたいと思います。まあ、その羊蹄山という場所があればこそ、ニセコのスキーリゾートとか、まあ、そういった話なんかも後々出てくるかというふうに思いますし、三宝山が見える景色、景観をね、守ってきたお話なんかもぜひたくさん聞いていきたいと思ってますが、ちなみにでも今日はちょっとイントロとして、今日の北海道、今日のニセコ、そして片山町長、どこからアクセスしていただいているか、そんなお話ちょっとしていただいてもよろしいですか？そうですね、今九州方面はちょっと台風10号で大変な状況なんですが、こちらちょっと9月にしては珍しい暖かさで、気温が今日は27度ということで、通常だと大体14度とか15度ぐらいの気温ですけど、今日は相当暖かいというような状況ですね。ジメジメしているものなんですか？今年今湿度高いです。北海道は普通本当にカラッとしてるんですが、今年の夏は平均、まあ、我々住んでるものにとっては湿度高いなっていう日が多かったですね、ちょっと農作物へのなんか影響が心配ですね。でも全体的には今農作物平年並み以上で割と順調な状況になってます。なるほど。それはでも何よりですね、はい、ちなみにこの会場は本当は中央倉庫という古い、まあ、倉庫を改造して皆さんに使っていただいている、まあ、リゾートオフィスですとか、そういったテレワークの拠点から発信する予定だったんですが、はい、手違いありまして。手違い、はい。同じようにテレワークできるニセコ町民センターというところから、まあ、放送させていただいてます。町役